はい、ご飯作ります。今日はガパオライスを作ります。最近ひき肉にすることが多いのですが、今回もひき肉にしていきましょう。ガパオライスはガパオとライスでガパオライスですが、牛肉のガパオライスはガパオヌア、ライスはセット。安心してください、ちゃんとついてくるはずです。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
ガパオライスの完成です。非常に美味しく仕上がりました。これはうまいですね。こんなうまかったっけってくらい美味しくできました。これはとてもおすすめできるレシピとなっております。お肉がオイスターソースとお砂糖で甘くなってるところに生の唐辛子の辛さとレモンの酸味がお米とよく合います。お肉の味付けは、ナンプラーとオイスターソースをメインで十分だと思います。結構濃いめくらいで お米と食べるとちょうどいいし、目玉焼きついてくるから濃いめかなってくらいで大丈夫です。イタリアンパセリに関しましてはだいぶ初心者向けなのかなと思いましたね。この量だと気持ち少ないというか思ったより優しい味わいでした、はい、結構オイスターソースとか 甘くて例えば入れなかったとしたら結構だるくなっちゃうから、このイタリアンパセリのこの爽やかさがだいぶ肝となってると思うんで、できればパクチーぐらいこう爽やかな香草を入れると多分好きな方はかなり美味しいと思います、まあ、好きじゃないって自分もどっちかというと好きではないんですけど、方はパセリ、イタリアンパセリちょっと多めに入れてあげてください。それかちょっとだけパクチー加えるといいのかなと。結構相殺されるんですよね、その爽やかさとそのオイスターソースとかの重さが相殺されるんで、結構入れても大丈夫だと思いました、まあ、この料理に関してはですね、まあ、そういう感じで入れても食べれそうだと自分では思いましたね。中華料理屋さんで働いてた頃はよく料理長に作ってもらってたなと難しい気持ちになりましたね。ニンニクとひき肉とオイスターソースとか、まあ、その辺は大体お店にあるんで、まあ、パパッとまかないで作れるので、飲食店で働いてる方とかもパパッと作れるのでおすすめですね。そう、前回作った焼き餅の話ですが、実は今回ペタッと皮がお肉にくっついてる感じのまま焼いてみましたが、むしろこっちの方がうまいまであるので、ちょっと置いてから焼くのもまたありなのかなみたいな感じです。これお店に出してもバレないレシピって感じなので、ぜひ焼き餅も作ってみてほしいですね。自分こういう料理かなり好きです。ちょっと皮作りが大変なんですけどね。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルウォッチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。